松平康志宗、明治末期、松平康志宗昭和5年11月17日は、明治から昭和期の日本の家族、旧福井藩主課第18代当主、公爵。福井藩主、松平重明の次男として生まれる。母は、吉野菅子。陽名は信次郎。1884年1月24日、元服し、十五位に助任する。慶応義塾に学ぶ。 1>, 1月28日、政府からドイツ留学を許可される。同年2月16日、ドイツに向けて出発する。1887年3月11日、イギリス留学に変更することを許可され、サイレンセスターを王立農学校に学ぶ。1890年7月26日、父の帰得により帰国する。同年8月1日、家督を相続する。 同年10月11日、イギリスに戻り、農芸を専攻して帰国後、福井城内に農事試験場を設け、果樹、園芸に専念した。大日本農会会頭、帝国農会会長。日英博覧会にて、ザカルチャーオブカキを出品している。三田平凡寺と交流し、ガラクタ州に参加、北越山文樹寺と号した、趣味人でもあった。当初、 喜び民を養子に迎えたが、後に、実子安政が生まれた。公爵家は安政が継承し、喜び民は分家して、失釈家を建てた。ありがとうございます。